これそうだな、シシロン競技の穴見つけるのうまいからこれでもね、ちょっと誤解なきように言っときたいんだけどさ、え、これいけんじゃねとか言ってさ見つけるじゃん一応そうそうそう、あのルールのさ穴をさ、私見つけるの大好きだからさ、穴っていうかさえ、これいけんじゃねみたいなさ、あの見つけるの好きだから見つけはするんだけど、一応ちゃんと全部言ってっから、あのそこは安心してくれ一応ちゃんとね、今回はまあスバル先輩リーダーだから、あの白絵でね、あのスバル先輩で全部言ってるから、これこれこうしたらいけるぜとか言って全部言ってるからそしたらスバル先輩がそのためにダメだよバーカーとか言って、おい、これ運営言っとくからっつって全部運営に言われてるから大丈夫だよ言ってる、ちゃんと言ってる、安心して、あのちゃん安心してちゃんと全部言ってるから大好きなんだ私、だから MMO とかさ、あのオープンワールドとかさ、スカイリムとかもそうだったけどさ、なんかの、なんかこれ登れんのかなみたいな山あんじゃん。岩と岩の間にある虚無の空間を足がかりに登れんじゃねみたいな山あったりすんじゃん。で、ああいうの登るの好きなの。わかる？ずっと壁にボン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 ぶつかって登っていくやつ。ポリゴンの隙間に足を引っ掛けて山を登るみたいなさ、あるじゃん。ああいうの大好きでそうそう、世界の裏側を見に行くんだみたいなさ、あるじゃん、よくやってるやついいんじゃん、私あのタイプなの。そうで、ああいうの大好きだからね、ちょっとちょっとちょっとやらせてほしい大好き、めちゃめちゃ大好き、なんか行けなさそうなとこを無理やり行くみたいな、あるよね世界の裏側行きがちみたいなさもうこれからもやっていくんで、ちょっと運動会でね、またちょっと何かあったら見つけていこうかなと思います、私は。はい。